ということで、今週も引き続き香りバトンスクール矢渕啓斗選手にお話を聞いていきたいと思います。お願いします。お願いします。今週はですね、インスタグラムの質問コーナーで たくさんあの視聴者の方々からいただいた質問に一問一答で答えていただきたいんですけど、多分ね、史上最大規模の量が来たんで、マジでねマジテンポよくいきましょう。はい、コメントお願いします。はい、ちょっとイニシャルを言いたいんですけども、ちょっと割愛で行かせていただきます。はい、行きます。1つ目、緊張しますか？緊張めちゃくちゃします。誰よりもしてるんじゃないかなぐらいにしてます。意外。次、2つ目、ロールを続く秘訣教えてください。ロール、特に僕3モードの中でも苦手なジャンルなので、あの小さい頃から意地でも拾いに行けっていう言われてきたので、プリエしてでも反対の手出してでも拾うように心がけてます。確かに続くイメージすごく。次、3つ目、得意な技を教えてください。得意な技は本当に聞かれて困るんですけど、本当にないんですよ。なので、こう突出した得意なものっていうのができたらいいなと思ってます。4つ目、ポップの2回目以降が続かないので続ける方法が知りたいです。なんだ、大体の多くの場合が多分バトンの回転がなくなっていくパターンだと思うので、1回目の、まあ、こう普通にノーマルな入れ方であれば、ちょっとグリップ効かせ目で回転つけ目で入れたらいいのかなと思います。そうです。5つ目、集中力が続かないときどうしてますか？集中力が続かないときはあんまりないかもしれないですね。どうだろう、すごい、今日無理だなとかいうときは、無理だなって時も、まあ言ったら義務的に感じちゃってるので、練習が、なんだろう、やらなきゃってなっちゃいます。そういうスイッチになるんだ。はい、多分。OK、次、6つ目、どうしても練習行きたくない時はどうしますか？どうしても行きたくない、ね、いや今日練習嫌やなとかしんどいなとかめちゃくちゃ思うんですけど、思いながらでも、まあ練習するのが当たり前でずっとこうやってきて、逆に言えば練習しかしてこなかったぐらいな感じなので、まあ練習に行くのが当たり前ぐらいになっちゃってるので、ちょっと何とも言えないです。それで休んだことある？あるんじゃないかなと思います、多分。あんまり覚えてないです。次、7つ目、新技開発の仕方知りたいです。知りたい、なんだろう、結構その練習の休憩時間とか課題と課題の合間とかだったりに、なんか適当にこう回すことが多くて、僕、その中で、あ、これ投げたのこう回してこう取ったらおもろいんじゃないとかいうのがなんか自然と出てきますね、そういう無駄な練習の中で。遊びの中で。あ、そうですね。いいですね。続いて8つ目、得意なバラエティキャッチを教えてください。なんか本番落とすからあんま言いたくないけど、どれかといったらブラインドかなと思ったりします。ドンピシャだもん、バシッ。次、9個目、緊張に打ち勝つ方法ありますか？僕はですけど、緊張をいいものと捉えてて、実際に自分の中でもあんま緊張しなかったなっていう時の演技よりも、めちゃくちゃ緊張した、やばかったっていう時の方が結構いい演技ができたりするので、この緊張して、やばいどうしようってなるのをあまりネガティブな方に考えないようにしてます、僕は。すご、強すぎ。次、10個目、個人でもチームでも活躍されていますが、それぞれで気をつけていることに違いはありますか？まあ、団体 あの経験はそんな豊富じゃないので何とも言えないですけど、個人はやっぱ自分のやるべきことに全てこう集中すればいいので、まあ、シンプルというか、チームだったら例えばこっちを向いてても、例えばですけど、こっちで落とす音とかを聞いてる気がします。で、あそこで落ちたら次
次どうつながっていくんだ、あの落ちたバトンがっていうのを考える必要があるのかなとか思ったりします。視野が違う感じだね。あ、ですね。次、11個目、息抜きしたいときしてることありますか？まあ練習以外でだったら YouTube 見てることとか多いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。12個目、最近ハマってる曲は何ですか？エスパの新曲です。エスパって何？韓国 K-POP。 はい。それは何？メンズグループ？女子です。ガールズ。ちょっと K-POP 頑張ろう。わかんない。そうです。次、13個目、本番前のルーティーンは？前日とかだったらなるべくいつも通りに過ごすこと。昔とかだったらゲームしないとか、まあ、言われてたけど、ゲームもいつも通りにして、 YouTube も寝る前見て寝る。で、本番直前は何だろう、自分の出番の1曲前とかは僕あまり動かないようにしてて、疲れるのが嫌なので。なので結構1曲前はうろうろ歩いたりとか手拭いたりで時間使ってます。次、14個目、バラエティキャッチするときに恐怖心をなくすにはどうすればいいですか？恐怖心あまりないタイプなんですけど、まあ、冬とか手冷たいと怖いので、それはわかるですけど、まあ、なんだろうな、まあ、痛いけど死なないよねと思いながらやってます。確かにね。次、5個目、ブラインドキャッチのコツは何か知りたいです。ブラインドキャッチのコツ。これがいいのか悪いのか分かんないですけど、ここのブラインドボックスでパチって取るってよりも、ちょっとなんだろう、いわゆるヘッドキャッチみたいにちょっとこう手で追いかける方が、バトンとの回転の流れっていうのはつかみやすいのかなと思います。見ます。次、16個目、憧れの選手教えてください。ごめんなさい、憧れの選手いないです、あまり。正直海外の人とかはもういないですね、憧れの選手。もう自分との戦いって感じですね。です。次、もう分かんない、いろんなバラエティキャッチのコツが知りたいです。困るな。ちょっとざっくりだね。よく見るですよね。よく見るですね。意地でも指ででも握るですね、もう。握る。握る。よし。次、好きなタイプは何ですか？タイプ？人のですかね。恋人のじゃない。タイプか。なんだろう。でも自分とある程度波長が合えばいいんじゃないですか？知らんけど。次、練習の中で大変なことはありますか？今だったらフリーの投資前とかが気持ち的に大変です。そのすごく しんどいので、自分の中で一曲がそう、もうああやだ、投資したくないって思いながら最初のポーズするみたいな感じですね。意外。次、好きな技は何ですか？かぶってんね。なんだろう、好きな技、難しいけど、好きな種目だったら、まあ、ソロを楽しくできてるのかなと思います。ソロとはあるか。次、今までで一番印象に残った作品は何ですか？自分のですかね、自分の作品。じゃあそうしようか。自分の作品だったら、良くも悪くも中1の選考会の時のドラえもん。あの時絶対に世界大会行くって、ドラえもんって言おうと思った俺は。あの時絶対世界大会行くって思ってやってたので、機会だったんですけど、まあ、悔しい、めっちゃ泣きながら車で帰ったっていうのを覚えてるので。まあ、可愛かったね。よくも悪くも印象には残ってます。本番前のルーティーンはさっき聞きました。尊敬する選手を教えてほしいです、さっき聞きました。あと2個だ。あ、意外と、あ、まだだ、まだまだ。次、団体の揃えの練習方法を教えてください。まあ、僕その
先生とかお兄さんお姉さんにがこう出してくれる課題とかをこうやる側だったので、別に僕がどうこうするあれじゃ立場ではないので何とも言えないですけど、ただ言われたことを僕はやるってだけしかできなかったです。ただこうユニゾンとかやったら順番に人を変えてみる、見る人を変えてやることで、まあ、着眼点が違ったりすると思うので、それはすごいいいのかなって思います。そうですね、いいですね。次、表情をどうやってつけていますか？演技大好きです。落とさないし、すごいし、憧れです。ファンだ。表情は僕、本当についてないと思ってるし、ついてないって言われるので、頑張んないと思ってます。まあ、でも演目によっては、この体力的なしんどさがそのまま顔に出てくれればなとか思っちゃったりもします。でも前回の世界大会のフリースタイルで俺結構いい顔、わここもいいなここもいいなってめっちゃあったよ。本当ですか？うん、まあでもあの時なんか楽しくできてましたね本番多分。なんかロールの瞬間とかさ、あとラストトリプルの前のさ、うん、顔とかさ、めっちゃ印象的。あここもいいねここもいいねっていうのいっぱいあります。次、モチベーションの持ち方、何を考えているか、練習してているか、モチベーションの持ち方、何を考えているか、練習しているか、ちょっとむずいんだけど。しかもこれこなっちゃんです。なんだろう、モチベーションの保ち方と何を考えて練習しているか教えてくださいだと思います。モチベーションってなんか自然と自分の中で自然と保たれるもんだと思ってて、例えばこういいスパンで大会があったりとか、なので逆にあのコロナの時がモチベーションがみんな持たない人が多かったと思うんですけど、なのでこうまあ大会があるから自然とモチベーション続いてくれるのかなって僕は思ってます。うん、何を考えて練習してるのか、何も考えてないですね、あまり。まあうん、考えたらしんどいな、しんどいなですね。しんどいな。そうです。次、こちらも同じくこなっちゃん、1週間の練習時間教えてください。1週間の練習時間、15するかしないかですか？トータルでね。はい、1週間。そうです。次、これもさっきとちょっと被っちゃうけど、1曲通す前に意識していることは何ですか？通す前、落ち着いて丁寧にやるって思ってます。うん、次、トスが安定するコツは何ですか？僕本当にトスコンが悪くて、もう本当にあっちこっち行くんですよ、左やら右やら。うん、なので困ったな、僕も聞きたいですねそれ。お作中。はい、お作中。はい、次、犬派ですか猫派ですか？断然犬派ですね。お、犬っぽい。犬飼ったことはありますか？犬いますね、今も現在。あ、そう。何犬？はい、犬種は？フレンチブルドッグです。かわいい。好き。かわいいっすよね。かわいい。何色？白ベースに黒。まあ、牛みたいな色。だよね、かわいいよね、いいな。続いて、岩渕くんのバトン大好きです。本番へのルーティーンはありますか？逆にこう不要なものとか、いつも持ってかないようなものを持ってかないようにとか、いつもしないような練習とか、しないほどの練習量をしすぎないように気をつけます、逆に。いつも通りを心がけるんだ。はい。ラスト2個です。どうしてイリュージョンがそんなに早いんですか？びっくり。多分、正直多分硬いからだと思います、自分では。硬いから、ビュッて足が開いたらビュッて、わかりますか？ビュッて開いたらビュッて戻ってくるんですよ。これ以上ビヨンって柔らかくないと。だから、多分柔らかくてもある程度その筋力とか体幹とかがある人やったら、ギュッて戻ってくるんかなと思います。その筋力と柔軟性の、なんだろう、バランスが大切なのかなって思います。なるほど。最後、妹さんと仲がいいですか？仲、まあ昔は
仲良くなかったですけど、まあこの年二十歳過ぎたらもうお互い逆に喧嘩することもないですし、仲いいですね今。いい関係ですね。以上です。素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、そして最後に、ウルトラから、このあの人の国が知りたいのコーナー、いつもリレー形式でたくさんの選手を聞いてるんですけど、岩渕選手が聞いてみたい選手とかいますか？ああ、タワセイヤ選手です。おお、いいね。タワッチはもうね、ウルトラ出てもらってるしファミリーだから聞けるんじゃないかな、うん、行きましょう。え、ちなみに今ケイト何歳ですか？23です。え、まだ？まだ23なの？もう無理ですよ。23の年？23、4の代です。若いっていいな。はい、まあたくさん質問も来ましたし、たくさんファンがいらっしゃると思うんですけど、最後になんかメッセージを、見ている方々にメッセージいただけたらなと思います。大会とかの演技で、自分の演技で何かこうバトンを続けるモチベーションやったり、何かを目指すモチベーションにつながってくれる人が一人でもいればいいなと思って、思いながら頑張ります。応援お願いします。頑張ります。たくさん思ってますよそれは、うん、はい、ということで2週間にわたってありがとうございました。ありがとうございます。またあのウルトラと一緒に今度なんかパフォーマンスとか できたらいいなと思います。ぜひお願いします。お願いします。こちらこそお願いします。ということで今回の、動画がいいなと思った方は高評価、そしてチャンネル登録して次回の動画をお楽しみください。ここまでのお相手はウルトラトワラーズと岩渕圭人でした。ありがとうございました。ありがとうございます。